こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回は、茨城県で起こった事件で殺害した旦那の遺体をモルタル爪にして保管していた犯人、氏家美穂について解説するぜ。モルタル爪？遺体を何かに詰めた事件なんて、なんだか身構えちゃうわね。旦那を手にかけることをほのめかす発言と旦那を遺棄の容疑で逮捕された氏家美穂。逮捕後から少しずつ明らかとなった子供の数や氏家美穂の意外すぎる男性遍歴や、結婚歴なども取り上げられた。子供の数や結婚歴なんかも関係してくるのかしら。この動画では、氏家美穂の起こした事件の詳細とともに、元ヤン説も濃厚な氏家美穂の生い立ちと、事件発生となった背景に新たな男性の影がある驚愕の事実まで紹介するから、最後まで見てほしいんだぜ。それではゆっくりしていってねー。氏家美穂は2018年2月17日、就寝中の夫氏家昇さんを携帯電話の充電コードで手にかけた。その後、遺体をモルタル爪にし、クローゼットに保管していた。事前にインターネットでバレずに手にかける方法を検索しており、それらを参考にしたと思われるぜ。下手に遺棄した方がバレると思っていたのかな。夫の行方不明届を2018年3月9日に提出したが、19日後に離婚届を市役所に提出。筆跡など不審な点が見られたため、警察が調べた結果、偽造されたものであることが判明したんだ。行方不明の届を出してすぐ離婚届？おかしいと思われて当然ね。2018年7月18日に警察が氏家美穂の住むアパートに捜索に入った際、クローゼット内にモルタルで固められた夫の昇さんの遺体が発見されたことで事件が明らかとなったぜ。夫婦の間に何かあったのかしら？まずは犯人の氏家美穂の生い立ちから説明するぜ。氏家美穂は武蔵村山出身とのことで茨城県の同県かと思ったら、どうも東京都多摩地域北部にあたる地域で狭山丘陵を挟んで埼玉県と接した地域に誕生し、学生時代を過ごしたのではと言われているぜ。茨城が地元というわけではないのね。両親は小学校1年生の頃に離婚し父親に引き取られた。しかし、その父親が小学校4年生の頃に病気で亡くなったことで、今度は母親に引き取られたそうだ。コロコロと生活環境が変わるのは当時の氏家美穂が気の毒だわ。地元、武蔵村山では中学を卒業し高校への進学はせずに就職をしていた。地元の後輩男性の氏家美穂の当時の印象は中学時代から学校にもまともに通わない、いわゆる不登校な生徒で、それゆえ成績も良くなかった生徒だったとのことだ。不登校の理由もいろいろあるけど、彼女の場合はどうだったの？氏家美穂には元ヤンとの噂がある。当時の周囲の評判は後輩の面倒見のいい姉御肌系の中学生だったそうだ。今回の事件で逮捕されてからの周囲の評判からしても元ヤンだったのは確かかもしれないぜ。非行に走って不登校なタイプってことか。学校には不登校、でも後輩の面倒見がいい女性で、なんと当時から異性関係も相当派手なタイプだったとのこと。同じようなタイプの人とつるんでいたのでしょうね。事件当時の氏家美穂の周囲の評判も元ヤン説を後押ししているな。テレビインタビューに答えていたのは亡くなった夫氏家昇さんとの子供のママ友だったのか。言葉遣いがかなり悪かったらしく、周囲の目を気にすることなくこら、や何やってんだよ、と、大きな声で話す元ヤン風だったそうだ。子供の前でも口が悪いのは問題だと思うわ。一方、地元の後輩や知り合いの評判でわがままで自己中心的、金銭にだらしなく虚言癖がある嘘つき女との評判もあったようだ。その上借金癖もあったらしいぜ。同じようなタイプの人から見れば面倒見のいい姉御肌だけど、一般的に見たら評判の悪いってことかしらね。ある意味想定内だが、一般的な印象の優しいお母さんではなさそうだ。なんかいろいろと問題ありそうだわ。事件当時の氏家美穂の年齢は44歳。一方、夫であった昇さんは当時33歳だ。11歳も差があったんだ。この一回り近い年下の旦那を手にかけることも驚きだが、氏家昇さんとの結婚が、三度目の婚姻関係だったことも驚かれているようだ。確かに、悪い評判もあったのに、若い頃は相当モテたのかな？10代で一度結婚し最初の夫との間にもすでに成人した子供がいるのではと噂されている。そして二度目の結婚が同級生との結婚でこの結婚は1年で離婚。離婚理由は氏家美穂の借金問題だ。金銭にだらしなく、借金癖があるとの評判だったね。悪い評判通りだったようで当時から、かなり金銭にルーズだったらしく。この時すでに500万円もの借金があり2度目の夫にまで借金返済を求める連絡があったらしい。結局、この借金問題が致命傷となって氏家美穂は借金の元となったクレジットカードと、子供を置いて逃げるように蒸発して2度目の旦那の元から立ち去ったとのことだ。2番目の旦那さんに借金を押し付けて逃げたってこと？ひどいわ。
そしてこの事件の被害者となった三度目の夫氏家昇さんと出会い再婚。一見、44歳にして一回り近く年下夫と再婚を繰り返す氏家美穂が、ものすごいモテる女性なのかと思いきや、そこはやっぱり違うようだ。どうやって男性を口説いて結婚していたのか不思議だよ。二度目の夫との離婚のきっかけにもなった借金問題だが、彼女は、気に入った男性と知り合うと、とにかくプレゼント攻撃がものすごいらしいぜ。物で釣っていたんだ。三度目の夫のボルさんにも、交際当時から相当なプレゼント攻撃で、しかも出会った当時年齢を10歳もサバ読みして嘘をついていたようだ。10歳も、今回の事件で死体遺棄現場となったアパートには8年前からのボルさんらと同居が始まったと、言われているが、8年前で計算するとのボルさんは25歳、当時すでに36歳だった彼女が同年代に見えたのかは疑問だな。気づきそうなものでもあるけど、かなり不可解な話だが、昇さんとの子供を妊娠したのをきっかけに結婚を迫り、本当の年齢を告白して許してもらったとの情報もあるので、宇治家昇さんが気の毒で仕方ないぜ。確かに気の毒すぎる。ちなみに宇治家美穂は二度目の同級生との再婚も出来込んで結婚を迫ったとのこと。どうしてそこまで結婚にこだわるのかがかなり不可解だが、子供やお金に物を言わせて、プレゼント攻撃が男を口説くテクニックの常套句だったのは確かのようだな。テクニックというか、ただただ恐ろしいよ。これと決めたら手段選ばずということなのかもな。宇治家美穂の男性への執着が、かなり恐ろしいのは間違いないぜ。それに三度目の夫昇さん殺害へと至った経緯にも新たな男性の影がちらほらしているとの情報もあり、愛欲のためには手段選ばずとはこのことではないだろうか。自分の欲のために人様の命まで奪うなんて、おぞましい。尋常ではない男性への執着心からこのような常軌を逸した行動に至ってしまったとしたら、残された子供が気の毒で仕方ないぜ。結婚の道具にもされ、母親の身勝手で父親まで奪われたなんてかわいそうだわ。茨城県霞ヶ浦市で虚偽の離婚届を提出したことから調査で警察が踏み込み発覚した旦那の遺体遺棄。調査のため自宅アパートに来た警察官に旦那はどこだ?と聞かれ、ここにいるとクローゼットの中を指さした宇治家美穂。指さされたクローゼットを確認するとすでにモルタル詰めされ、体を折り曲げるような形にされ、額の一部が出た状態の男性の遺体が発見されたんだ。ここにいるって答え、怖すぎるよ。遺体となっていた男性は宇治家昇さん。事件を認める供述をしていたのが妻の宇治家美穂だ。2018年3月9日に、霞ヶ浦署に行方不明者届が提出され、同月の3月28日に宇治家美穂が作成したとする。虚偽の離婚届が提出されていたことが明らかとなっている。でも、一人で犯行を行ったのかしら?モルタル詰めとかできるものなの?逮捕後の供述で事件に意外な人物が関わっていることが判明しているぜ。意外な人物?一体誰かしら?宇治家美穂と昇さんとの間には11歳の長女と、双子の4歳の男の子の3人の子供がいた。そして今回の事件は長女に犯行を手伝わせていたんだ。施設に行くか手伝うか、ママと離れるのが嫌ならパパを手にかけるしかないよ、と言い寄って加担させたらしい。幼い子供になんてことを、遺体をモルタル詰めにする際にも手伝わせ、さらにモルタル詰めした。遺体の管理も任されていたそうだ。遺体がバレないようにと、無理やり匂いを確認させられていたようで、嫌だと言ってもやらされると述べているぜ。かわいそう。長女はママの言うことは断れない。ママが怒るから言えなかったけど、パパは好きだった。パパに会いたいとも語ったんだ。母としても、妻としても、当然人としてもありえなすぎるよ。さらに虚偽の離婚届の作成もこの11歳の娘に書かせており、何度も練習させて昇さんの氏名を記入させたそうだ。そもそも偽装してまで離婚届を出そうとしたのはどうして?裁判では児童扶養手当を騙し取ろうとしたとされているぜ。有印私文書偽造や児童扶養手当を騙し取ろうとした。詐欺未遂などの容疑でも再逮捕され、起訴されているな。やっぱりお金の執着もすごいんだね。いずれにせよ幼い娘に手伝わせるなんてひどすぎるよ。宇治家美穂の起こしたモルタル詰め事件の後半は2019年6月26日から行われた。宇治家美穂は就寝中の昇さんの首を絞めて殺害し、遺体を入れた袋にモルタルを流し込んで、クローゼット内に遺棄などした罪に問われた。起訴内容に関して間違いありませんと認めたぜ。そういえば原因はお金だったの?男だったの?動機についても裁判で明らかにされた。では次は裁判の内容について説明するぜ。冒頭陳述で殺害に至るまでの経緯が語られたが、それによると金だったようだ。宇治家美穂は2006年頃から、昇さんの管理していた勤務先の組合費を使い込んだり、
のぼるさん名義での借金を繰り返していた。その結果、のぼるさんは2010年に自己破産したが、氏家美穂に返済を要求することはなかったぜ。散々騙されていたのに、旦那さんがいい人すぎる。その後、2015年に氏家美穂は再び浪費や借金を重ねる。2017年12月になるとのぼるさんの預金を勝手に引き出しており、これに気づいたのぼるさんに叱責され、返済を求められるようになった。のらりくらりと交わしていたものの、度重なる返済の要求に辟易したことで、のぼるさんの殺害を思い立ったそうだ。旦那さんはもちろんだけど、振り回された周囲の人たちが本当に気の毒だよ。検察側は、氏家美穂が毛布などでくるんだのぼるさんの遺体を収葬バッグに入れ、水で溶いたモルタルを5回程度に分けて流し込んだと説明した。モルタル詰めの遺体を遺棄していたクローゼットの周辺には、消臭剤やアロマオイル、2台の空気清浄機を置いて遺体を管理していたそうだ。娘に確認もさせていたし、匂いが出ないようにしていたのね。氏家美穂の携帯電話には毒殺、バレずに殺せる方法、人を殺したらどうなる？といった完全犯罪の方法についてネットで検索した履歴があったことも指摘されたぜ。結果、モルタル詰めにすることにしたのかしら。でも、手当て欲しさに離婚届を出しちゃったわけね。もし、離婚届が出されなかったら事件の発覚はなかったかもしれない。氏家美穂の金への執着が、事件の解決へと導くこととなったな。バレないように下調べしておきながら怪しまれる行動をするなんて考えなしよね。彼女の身勝手さがよくわかるものだわ。先ほど説明した通り、ここまでのことすべてを、氏家美穂は長女に手伝わせていた。それらの供述調書が裁判で読み上げられた際、氏家美穂は全然違うと否定。娘もこのことに同意したと思っていたと強調したぜ。娘を共犯にしようとしたの。さらに娘が日常的にパパがいなければいいのに、と発言していたことがきっかけだったとも主張したんだ。手伝わせるだけじゃなく、原因まで押し付けるなんてどういう神経しているのかしら。氏家美穂は今回の事件に対してただただ後悔しかしていない。娘やのぼるさんの両親に謝りたい。夫の人生を奪い、長女に一生の心の傷を負わせた犯行を強く後悔していると涙ながらに述べたそうだ。謝って済む問題じゃないわ。それに本心かどうかも怪しいものよ。事件のひどすぎる内容に、世間の声も厳しいものが多いぜ。亡くなったのぼるさんはもちろん、その家族や長女を含めた子供たち、どれだけの人に心の傷を与えたと思っているのかしらね。金遣いの荒さと男への執着が原因で散々周囲に迷惑をかけていた氏家美穂だが、見栄っ張りだったという情報もある。男に貢いでいただけではなかったってこと？子供にブランド物の服を着させるために借金までして、他人の目を必要以上に気にして見栄を張っていたそうだ。子供の成長にはそれ以上にお金がかかるだろうに、先のことも考えずに自分の見栄のためだけにそんなことまでしていたのね。2番目の夫の両親は氏家美穂の印象が最初から良くなかったそうだ。そんな両親のもとに子供が1歳になろうかという時に市から連絡があった。なんと氏家美穂は子供を施設に預けており、1ヶ月以上連絡もしていなかった。そのためにちゃんとした施設に移すことになるがいいかという連絡だった。夫の両親は子供が施設にいるなんて知らず、驚いたそうだ。事件当時のこともそうだけど、子供を道具か何かとしか思っていないように感じるよ。この子供も置いて2番目の旦那さんの元から去っているのを考えると、その通りなのかもな。我が子にすらそんなありさまってことは、本当に自分のことしか考えていないんだろうね。一方、裁判で弁護側は組むべき事情があると市情状酌量を求めた。のぼるさんが家事や育児に非協力的だった。酒癖が悪く暴力を振るっていたため、氏家美穂が極度のストレスを抱えていたと主張。そのストレスによって正常な判断ができず、娘も犯行に加担させたと述べたぜ。そんな話なかったじゃない。被告人質問でも夫が怖くてストレスで追い詰められていた。身内に反社の関係者がいると脅された、酔っ払うと物に当たったりした、とのぼるさんの気性の荒さを涙ながらに語った。しかし、検察側からの質問でのぼるさんの実家で反社を呼び、その関係者を見たことがあるのか、と聞かれると覚えていないと答え、のぼるさんが怖かったのに借金や浪費を重ねたのかと聞かれると、そうだと思いますと曖昧な受け答えをしたそうだ。今までの話からすると、とてもじゃないけど信用できないわね。それどころか逆にのぼるさんが日常的に被害を受けていたのではないかという話もある。のぼるさんが顔を腫らしたり、頭に怪我を負った状態で出勤したとも言われているぜ。こっちの話の方がしっくりくるよ。夫婦を知る人によると、氏家美穂は普通よりがたいが良くて目立つが、のぼるさんはおとなしそうな旦那さんだったとのこと。のぼるさんの兄も氏家美穂が後半で急にのぼるさんの悪口を言い出し、謝罪に何の意味もないとやるせなさを語ったそうだ。娘や旦那さんのせいにした上で謝罪されても、嫌悪感しかないわ。
裁判で検察側は借金の返済を免れようと身勝手な行為で旦那に手をかけ、娘を犯罪に巻き込んだのは極めて悪質と懲役25年を求刑した。動機や経緯に組むべき点はないとされ、何度裏切られても許してきたのぼるさんが、最愛の子供にまで協力させた犯行により、33歳の若さで亡くなったと強調したぜ。同情の余地もなかったしね。のぼるさんの母親からの意見陳述も読まれたが、優しいのぼるを手にかけ、子供まで道具のように利用した舞妓が許せない。極刑にしてくださいという内容だった。のぼるさんの兄もどうか舞妓を極刑にしてくださいと震えながらに語ったぜ。ん？舞妓って誰だ？宇治家美穂が偽っていたのは年齢だけではなく、名前も田中舞妓という偽名を使ってのぼるさんと交際していたんだ。遺族の間ではそちらの名前で呼ばれていたようだな。うわぁ。ますます信用ならないわ。その後、2019年7月5日に水戸地裁で行われた裁判員裁判で懲役23年が言い渡された。宇治家美穂は使い込んだ現金の返済約500万を用意するように求められたことで殺害を決意したとし、裁判長は身勝手かつ短絡的な動機と経緯に酌量の余地はないと述べたんだぜ。遺族は極刑を望んでいたけど、叶わなかったのね。宇治家美穂の量規制が注目されたものの、やはり被害者が一人という事件で極刑は珍しいからな。とはいえ、幼い子供にも加担させたという点で、世間からは軽すぎるという意見もあるようだ。こうなったら刑を得るまで自分の罪としっかり向き合い、二度とその名を世間に出すようなことがないようにしてもらいたいわ。その後、宇治家美穂が控訴しなかったため、実刑が確定したようだ。現在の情報は不明だが、どこかの刑務所に収監され刑に服しているだろう。子供たちはどうなったのかしら？事件直後は児童施設に保護されたようだが、こちらも現在の情報は不明だ。娘さんたちの心の傷は大きいでしょうね。双子の男の子たちはどこまで理解しているのか不明だけど、特に長女のケアはしっかりしてもらいたいよ。しかも長女は、事件の3年前まで無戸籍だったという報道もあった。となると小学校にも通っておらず、毎日母親と暮らしていたと思われる。そういった状況ゆえに犯行を手伝わされたのだろう。関わる人間は家族のみ、特に長く一緒に過ごした母親から言われて逆らえなかったのかもね。犯行を手伝ったのにパパに会いたいという発言があったのに違和感があったけど、そうした環境から父親が亡くなってこの世にいないということを理解していなかった可能性もあるわね。事件によって母親と離れ、施設で暮らすことも長女にとっては負担になったかもしれないな。彼女の生活が報じられることはないだろうが、少しでも安らげる環境で真っ当な教育を受けてほしいものだぜ。最初は戸惑うことも多いだろうけど、少しずつでも外の世界に慣れて、幸せに暮らしてもらいたいよ。今回は宇治家美穂の生い立ちから起こした事件の概要と過去の結婚歴などを紹介したぜ。やはりこうして結婚と離婚を繰り返す女性も男性も比較的、本人が異性好きの場合が多いのではないかと思われるな。ものすごいプレゼント攻撃で気を引いてから子供を盾に結婚を迫る様子には恐ろしさもあったね。年齢のサバ読みまでして結婚する羽目になり最後は命をも奪われモルタル詰めとなって、遺棄されていた夫の宇治家のぼるさんのご冥福を祈るばかりだ。旦那さんも散々迷惑をかけられた挙句、命を奪われ、悪者にされ、ひどいなんてものじゃなかったよ。これはヤバいと思う異性とは関わらないこと。これに尽きるのかもな。自分はもちろん、周囲の人も巻き込まないために、お付き合いする相手のことはしっかり見るべきね。ということでこのチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り今後このような被害に遭わないために、役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。